はい、お世話になっております。生き物大図鑑シリーズからカニ02が設置されましたので回してきました。02の名称の通りカニの第2弾であります。はい、生き物大図鑑シリーズ注目はしていたんですが、なかなかね、タイミングが合わなかったりで回していなかったんですが、今回タカアシガニが収録されているということで、とにかくタカアシガニ狙いで回してきました。特にコンプを目指すとかは考えていませんので、まあタカアシガニが出たらその後のことは状況に応じて、判断したいですね。まあ柔軟に大人の対応をしたいと思います。はい、それでは早速回していきます。まず1回目です。カプセルは白の半透明ですね。よく見れば内容物を識別できそうです。はい、ということで赤手ガニの赤が出ましたね。それでは付属のミニブックを見つつ今回のラインナップ確認していきます。生き物大図鑑シリーズは元をたどると、バズったダンゴムシがスタートですね。その後カメやカニ、トカゲ、昆虫などを展開して、現状は生き物大図鑑という、シリーズ名称になっているようです。まあ私としては亀の第1弾を回して以来ですので、このシリーズ約2年半ぶりぐらいになります。さて今回のカニ02のラインナップですが、タカアシガニ、赤手ガニ黄色、赤手ガニ赤、スペーススベ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 まんじゅうガニリアルカラーバージョンとなっていて、赤手ガニの黄色と赤は、同一の造形で色違いですね。スベスベまんじゅうガニは第1弾の方でラインナップされていて、今回はリアルカラーバージョンとして再収録されているようです。そして私が狙うタカアシガニは、ズワイガニにテナガエビをミキシングしたみたいで、まあなんかわからんけどかっこいいですね。また私の勝手なイメージですが、月面で作業するロボットのようにも見えて、ぜひともゲットしたいですね。はい、それでは赤手ガニについてです。中国東部、台湾、朝鮮半島、日本列島に分布する。日本では本州から南西諸島までに分布し、海岸や川辺の岩場、土手、石垣、森林、湿地などに生息する。生体は高幅30ミリ前後に達し、オスの方がメスより大きい。高所に登る習性もあり、生息地付近では春から秋にかけて人家に侵入したり、木によじ登る姿も見られる。深さ数十センチに達する巣穴を自分で掘ることもあるが、タコ体や他種の掘った巣穴、または石の隙間をそのまま利用することも多い。人が近づくとそれらの隠れ家に逃げ込むが、特に決まった巣や縄張りはなく、最も近い隠れ家に素早く隠れる。また逃げ切れない場合は、観客、カッコハサミを大きく振り上げて威嚇行動を行う。はい、可動ですね。観客、ハサミはご覧のような動きをします。足の付け根付近の関節がヒンジとなっています。そして足の付け根はボールジョイントで、柔軟に位置や角度変更が可能です。さらに足の中央の関節にも可動点があります。大きく広げたり畳んだりが可能ですね。はい、そして顎や目の部分も可動します。以上の通り複数の可動点で構成され、大きくハサミを振り上げて威嚇するような姿勢から、小さくなって身を隠すような姿勢まで、リアルなポージングが可能です。足や顎は取り外せましたが、爪や甲羅、目などの部分は分解が難しいようですね。接着されているかもしれません。はい、それでは2回目です。赤手ガニ黄色が出ました。まあ実際黄色には見えませんが、先ほど出た赤手ガニ赤の色違いですね。赤手ガニの生態の体色は灰褐色で、灰甲中央に微笑んでいるような赤い線がある。灰甲は灰褐色だが、上部が黄色や橙色に彩られ、中には灰甲全面が橙色の個体もいる。
オスの天脚上面は和名通り赤、指の部分は黄白色をしている。若い個体やメスは体色が全体的に淡い。はい、ということでして、肺褐色のこちらの体色の方がベーシックで、全身が橙色の個体の方がまあイレギュラー的な扱いのようですね。はい、それでは3回目です。赤手ガニの赤が出ました。ダブっちゃいましたね。はい、続いて4回目です。すべ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 まんじゅうガニがリアル、すべすべまんじゅうガニ、すべすべまんじゅうガニリアルカラーバージョンが出ました。はい、それではすべすべまんじゅうガニについてです。高長 3.5 センチ、高幅5センチほどの小型のカニで、インド洋から西太平洋に分布し、日本では千葉県から沖縄県にかけての太平洋岸の岩礁海岸とサンゴ礁の潮間帯から水深100メートルまでに生息する。名の通り甲羅は突起物が目立たず全体に滑らかで丸みを帯びている。体色は赤褐色から赤褐色。本種は有毒ガニであり食べられない。これまでにこのカニから検出された毒成分には、麻痺性解毒の成分のゴニオトキシン、サキシトシン、ネオサキシトシン、テトロドトキシンがあり、生息地によって成分の構成比、毒量が大きく異なる。はい、可動ですね。観客、ハサミはご覧のような動きをします。そして足の付け根はボールジョイントで柔軟に位置、角度変更が可能です。足の付け根の関節には赤手ガニのようなヒンジはありません。足中央の関節がご覧のように可動します。顎や目の部分も可動します。はい、ということでカニの生態に合わせてあえてということだとは思いますが、赤手ガニより可動箇所は控えめになっています。はい、足や顎は取り外せましたが、爪や甲羅、目などの分解は赤手ガニと同様難しいようですね。はい、それでは5回目です。すべ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 まんじゅうガニが出ました。すべすべまんじゅうガニリアルカラーバージョンが出ました。はい、それでは6回目になります。はい、リアルスベマンです。3個目ですね。はい、それでは7回目ですね。はい、ということでやっとタカアシガニが出ました。まあね、コンプしようとかいう気持ちは一切なかったんですが、コンプしてしまいましたね。これまでのアイテムは組み立て済みでしたが、タカアシガニについては若干の組み立てが必要ですね。といっても胴体に足を接続するだけです。はい、それではタカアシガニについてです。タカアシガニは日本近海の深海に生息する巨大なカニで、原生の節足動物では世界最大になる。カニ類の中では系統的に古い種で生きた化石と呼ばれる。原生のタカアシガニ属は一属一種だけだが、他に化石種が4種類報告されている。生息域は岩手県沖から九州までの太平洋岸で、東シナ海、駿河湾、土佐湾である。稀に三河湾や伊勢湾で漁獲されたこともある。水深150から800メートルほどの深海砂泥底に生息し、春の産卵期には水深50メートル程度の浅いところまで移動して産卵する。産地以外では食材としての評価は低い。水揚げして放置すると身が溶けて液体化してしまうため扱いが難しいといったことが挙げられる。
味は水っぽく大味で、それゆえ大正初期の頃から底引き網漁で高橋ガニが水揚げされるも見向きもされていなかった。しかし今日では漁獲される地元の名物料理の一つになっている。はい、可動ですね。天脚、ハサミはご覧のような動きをします。足の各関節は球体関節となっていて、ヒンジよりも柔軟な動きをします。はい、そして足の付け根はボールジョイントで、柔軟に位置変更、角度変更が可能です。自重を支える必要があるため、天脚以外の足は足中央に1箇所稼働する関節があるのみです。はい、顎部分も他の蚊に同様稼働しますが、目は動かせません。はい、タカアシガニに関しては甲羅部分を除けば球体の関節や爪も分解が可能でした。はい、サイズ感はご覧の通りですね。タカアシガニ以外は手のひらに収まるぐらいの大きさになっています。はい、そしてタカアシガニの全幅は250ミリとのことですね。はい、ということで以上、生き物大図鑑カニ02のレビューでした。私としてはタカアシガニさえ出てくれれば、まあ今回はコンプしてやろうとか、全部揃えるぞみたいな、浅ましい考えはなかったんですが、意図せずコンプすることになってしまいました。はい、7回でコンプというね、事実だけ見れば悪くない数字だとは思いますが、まあまあ仕方ないですね。はい、結局デロリアンの時よりも回すことになってしまいました。はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。